どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もエカナンやっていきたいと思います。今日は草野に先に特能の方をつけてあげてから試合に臨もうかなと思います。ジャイロボールとなんかまああんまり意味ないけど勝ち運つけて最後対強打者かな。いや対強打者はまだつく可能性あるわ。クロスファイアにするわ。オッケーってな感じで草野に本を使ってあげましたと。草野これで999乗ったんだよな。993、まあ多分これ最後の試合で999行くね。オッケー、なかなかいいエースになったんじゃないかなと思います。まあちょっと妥協に妥協を重ねたけどね、猛烈に妥協に妥協を重ねたけどね。ちょっと最後の甲子園決勝戦ですね、草野太郎最終回、天才二刀流最終回決めに行きたいと思います。まあ、二刀流っていうほど打者系全く育ててないですけども、行きましょう。じゃあ佃一番で今日は行きましょうか。大田も組んでまいります。行きましょう。しゃかし、ただ二校に許された最後の、そして始まりました甲子園大会決勝戦でございます。もう勝つしかありません。俺たちは誰だということを胸に刻みながら頑張りましょう。よかったらチャンネル登録高評価、そしてコメントしてください。おー、オッケー、最強 VS 最強。まあ最強をね胸に抱き、まあ行動するのはそっちの勝手よ。まあこっちが真の最強だってところを見せてやろうぜ。つくだ、そんなピッチャー、あ、まあそんなだな、言うほど。背番号1、はい、行きました。 This is gone! 先頭打者ホームラン。もうねー、つくだよ、次期4番ですから。これが皆さん、これが次期4番です、覚えてください。あ、上がりすぎ、これが次期4番です。うちの次期4番をとくとご覧ください。ホームランじゃない、点取られてるけど、点を取られてるけど大丈夫大丈夫だよ、大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫。ほら七色の星ってほら言ってるでしょ。インフィールドフライ、インフィールドフライ、フライ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 ミンゴ、鮮やかなフライ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 ミンゴ、踊るまま、はあはあはあ、でもう会わない。なんか天才二刀流が999試合前に行かなかったのもなかなか初めてだけどね、俺ここまでで。つくだ、決め散らかそうぜ。オッケー、これは普通にセーフ、あるとセーフ、ヒット、ナイス。こっから切り崩していきましょう。一塁塁ここもさん、攻めてきた。これは1点取りに行きたいな、1点取りたい。堅実な打撃、あ、まあ堅実な打撃、まあ実質バント、実質バント、うん、実質バントで、ここに今日は怖い人が1人います。ここ転がせで相手いく。村松さん、転がせの時の三振率異常だけどね。オッケー、ナイスナイスナイス、いいぞ。これが村松さんよ、皆さん帰ってこい。オッケー、いいね、3塁までよく行った、よく回った、あざす、素晴らしい。逆転3塁だよ。いや村松さんポイントゲットよ。村松さんの5番も全然ありなんだよな。オッケー、いや3塁打でけえ、3塁打でけえ、マジ3塁打でけえ。ノーアウト1塁、ノーアウト1塁、出てるのは裏側、裏側ちょっともう最終回費用で、あ、メンバー紹介しないじゃん。もう変えちゃったけど。まあ、順番変わってるんで、外野陣紹介していきたいと思います。つくだでございます。2年生です。青とこスヒッター持ってます。ミート見てください。この能力。最強のマジで基礎能力持っておりました。はい。つくだでございます。来年もそのまま、スタメンです。はい。中郷太郎。この人天才です。見てくださいの、この能力。素晴らしい能力持ってます。威圧感持ってます。安倍日持ってます。青とこスヒッター持ってます。最強です。はい。桃太郎。金属持ってます。早急 A です。盗塁 C です。まあ、本作ったんですけど、最強です。まあ、能力もそこそこ高かったかな。はい、もともとは河野くんって名前でした。桃太郎に名前になってます。で、5番が小久保さんです。小久保さん、オールA行きましたね。間に合ったわ、ギリギリ。で、小久保さん、見てください。この能力、パワー飛行格持ってるんですけど、ホームランがちょっと伸びなかった。最強です。村松さん、見てください。この特能。まだ2年生です。この人も最強です。阿部日、流し打ち。流し打ちはつきました。記者で。あざす、最強です。古本、見てください。オールA超えてます。この台の最強バッター候補でございます。どっちの方が強いかってなったら、この特能の差なのに、古本の方が特能高いんで、まあ多分古本の方が強かったんでしょう。はい、最強です。タチャラ、9回の頭脳をつけました。マジで、260超えててびっくりした男でございます。タチャラです。最強です。西脇、この子ダイソーでした。能力見てください。ダイソーの割にめっちゃ高いです。大最強です。で、エース、993。
推しですが、多分この時代で999乗るでしょう。人気者でございます。最強です。はい、金子ダイソーです。ただプリヒ持ってます、流し引き持ってます、意外性持ってます、ラインドライブ持ってます。2割しかないんですけども、ユーティリティ、そしてダイソー素晴らしい、最強です。匠代打も代打でした。パワーヒー顔角あんまり、まあ代打として目立ってなかったですが、守備がすごく高かったです。ハレド5試合は活躍しました、最強です。ミラ高額持ってます、最強です。ムードマルです。はい、多分来年は代打のキーフラです。岩崎なんか入れてます、チャンス G 持ってます、まだ消えません。はい、立川来年のレギュラー候補です。意外と得能力高かったです。確か200は超えてなかったんじゃないかな。ただまあほぼオールディと素晴らしいです、最強です。裏側一応威圧感つけました。この三浦から草目を勝ち取った男です、裏側で最強です。240ぐらいでした。投手はこの3人、まあ最弱です、最弱です、最弱です。竹林に関しては大体です。はい、行きましょう。はぁ、疲れた、疲れたね。今頑張ったね俺、よく紹介したわ。もう途中から最強ですとしか言ってないけどね。まあ最強だからいいんだよ、大丈夫、僕最強だから。巻き投下1球、もう1球待とう、もう1球待とう、もう1球待つまで待とう、ホトトギス。ここセーフティーしましょう。うまい、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 うまい。1番に4をつなげた、つくだ、つくだ。10本目乗っけてもいいぜ、全然この試合で10本持ってってもいいぜ。ちょっと桃太郎に打席も回してあげてほしいなっていう感じもする。オッケー。中郷はまだ下ろすの早いかな。そうね、まだ中郷はさすがに下ろすの早い。ゲッツー以外で頼む、中郷ゲッツー以外で頼む、ゲッツー以外で。まあ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 別に悪くない。中郷の3番は微妙なのかもしれないな、実は。転がすか、桃太郎転がそう。打撃系の特能が何もないのがきついんだよな、中郷、中郷じゃない、桃太郎。本当にね、打撃系の特能さえあれば完璧なんだけど、さすが転がせ。実質魔物です。実質魔物。小久保さん。まあ、一本でもホームラン伸ばしてほしいなっていう親心があるね。小久保さん。まあ、ホームランは伸びなかったけど、13本しかホームラン打ってないのがなんか衝撃なんだよね。小久保さんもっと打ってるイメージ。イミジーだけどね、あくまで。イミジーではもっと打ってるイメージ。で、ござんした。三下。外角。オッケー。落とす。落とす。びっくりしたと。まあ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 、1個ぐらいならいい。オッケー。オッケー、オッケー、サード。ナイス。よく踏んだ。偉い。よく踏んだ。ここ外角で。行きましょう。外角。外角。外角。オッケー。でかいでかいでかい。ここ無失点はいいぞ。ここ無失点はでかい。オッケー、最終回。出しましょうか。最後くらい見てもらうか、俺が何をやってるか。ひたすらサードのところに出しまくってんだ、こうやって。これで途中出場を重ねてってるっていう悲しみの男でございます。これをひたすらやってるのよ。来年のオーダーがどうなるのかだけは本当に俺の中でも楽しみにはしてる。そして、誰が選ばれるのかだね。次のあれに。日本代表に。多分、草野と小久保さんまでは確定。そっからもう一人誰が行くのかだよね。まあ、ワンチャン、中郷、つくだ、あ、村松さん、あ、古本だ。なんでもない。古本だわ。多分、国防さん、草野、古本が行くでしょう。はい。あ、間違えたな。金子の方が後の方が良かったな。まあいいか。で、伝令は、三浦じゃなかったな。三浦じゃなかったわ。なんで俺は三浦を使った？なんだか俺は、普通に立ち方混ざったわ。裏側で行きます。はい。地球の裏側までさあ行こう。速球でいいんでしょう。外角切ります、切ります、切って切っていって、オッケー。三振取ってくね、さすが尻上がり。打たせましょう。コントロールこの試合でエース乗ったらかっこいいけどね。多分おそらくこの試合で999乗ってるんじゃないかな。10打三振最後決めたね。最後三振で取れたらかっこいいけど、打たせて取れの指示を出しながら三振取れってのもなんか微妙だけどね。臭いところでしょうか、最後は。三振取ったら熱い。三振取ったら熱い。三振で締めたら熱いよ、高校最後の投球。サードゴロ、まさかのサードゴロ。オッケー、優勝。アザッシュ。これで何連覇 ?20 連覇ぐらいしたんじゃない俺。春夏連覇17回目。優勝17回目。結構勝ってるよ、もう。8連覇 ?9 連覇か。すげえな。よう勝ってるわ。もうちょっと今回歌うのはね、だいぶめんどくさくなってきちゃったからカットする。オッケー。そんな感じで、つくだが、かっこよくございました。ありがとうございます。
でもこれだけ上がっとけばさすがに草野は999は乗ったと思う。村正逆球丸、村正毒のつくね、村正毒のつくね。ちょっとこのホークスのチームはごめん、普通に俺が高校ベース内を作ろうと思ったんだけど白金高校も混ざっててマジで分かんなくなっちゃってどうしようかなっていうふうに思った感じでございます。はい、そんな感じでございまして、次のキャプテンは三浦かな、違うな、佃田だな。熱血か、お調子者、ああお調子者の方がいいんだよな。ただ三浦を3年間入れるのかっていう謎にも出てくるんだよね。佃田にしよう。はい、そんな感じでございまして、次回から新世代始まっていきたいと思います。ほぼ最終世代の予定ではございます。はい、また皆さん次回楽しんでいただけたらなと思います。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。またね。オーダーは何もいじるんだよ、こんな感じ。バイバイ。